Space Monkeys TV。 はい、現場に着きました。今日は1月22日の、何曜日でしたっけ火曜日ですか、水曜日。真ん中結構厚そうな氷がありますね。真ん中ガチガチに凍っちゃいましたね、うん、近くの氷が真ん中にこれ風かなんかで運ばれたのかね。はい、厳しいぞ。やってきましたね、萩さん、またここへ。はい、冬の池懲りないね、俺たちもね釣れない釣れない日々が続いていますけど、やらないことには始まんねえすからね。はい、まあ冬の釣りをね、この釣れない時期、冬の釣りならではの釣りをして楽し存分に楽しもうっていうことなんですけど、さっき池凍ってたじゃないですか。はい、ちょ見てくださいよ、俺たちがタックル準備してたら氷なくなってるんだけど、幻覚だったのかないや絶対凍ってます、釣れそうな気がします、釣れそうな気がしてきたね、はい、これだけでテンションの上がる俺たちですけどでも今日はね、オフィスでね準備してた時に朝の挨拶がね、よし今日はねなんか釣れる気がするんだよねって2人で言ったもんね、はい、いや俺もそんな気がしますみたいな信じましょうか、はい、メタルバイブでいこうと思います。ピースピン、それでは冬の釣り1月1日から魚のブラックは触ってません。行ってみましょう。レッツスタートです。それひっつき虫めっちゃ多いね。やばい。うん、冬になって増えたね。この池の嫌なとここれです。ひっつき虫多いね、確かに。バイト先行って靴見るじゃないですか。めっちゃついてる。やべえ。取る。よし、重いルアーに取り替えます。ベイトタックルに持ち替えて、TN トリゴン、大きめサイズ。これでいきます。ボトムズルビキ、刺激強め、麺型、味濃いめ、油多めまたその例えねなんも触れないっすね、何にも来ないっすね魚っぽい、まあ多分濃いだと思うんだけど、強いあたりは2回ぐらいあったけど、なんか本命のブラックバスとかにはの群れに魚、あ、今ルアー入ったなっていう感覚はない小さい当たりが全くない。なんかコインの体に当たった時のブンって当たりあるじゃん、あれを2回感じただけ、はい、なんだけど、多分やっぱここって言うてもさ、みんな同じところを狙って、はい、同じようなルアーをね、バイブレーションとかさ、メタルバイブとか入れてくからさ、こうもし魚の群れにそこらへんが飛び込んで何かの魚に触れたとしたら、ピクッて逃げる魚もいるじゃん、はい、それで拡散するんでしょうね。あ、でもしくは鯉がそこに一緒にいて、鯉にガーンとか当たったりしたら、はい、魚ブワッて散っちゃう。でまた戻ってくればいいんだけど、多分10分15分とかして戻ってくるとするじゃん、はい、同じ場所に。だけど待てないじゃん俺たちが、はい、確信もないさ、そこにいるかどうか。だからこうな、もう一回同じところにポン投げよう、深いところ投げようってやって繰り返してると、魚たちは絶対的に冬でも言うても警戒してさ、なかなか戻ってこなくて、はい、結局それでゼロで、やっぱそこでキーポイントになってくるのって、これを餌だと思ってバーガブっていうのはまあないよね、はい、ってことは何なのって言ったら、リアクションバイト。今日はそのリアクションバイトについて、はい、うん、ちょっとべしゃり小ネタですか小ネタという形で進みたいと思います。はい、それでは戻りましょうか。はい、はい、ということで戻ってまいりました。そもそもリアクションバイトとは一体何ぞやと、もう簡単に説明しますと、もう本能が持っている、防御反応と言ったらいいのでしょうかね。人間がね、目の前に何か飛んできた時に瞬きをする、もしくは手で避ける、顔を背ける、これもまたね、リアクション、反射神経というものなんですけど、魚たちは目の前に物体がスッといきなり現れると、口をね、バコッとね、反射的に使ってしまうという、そういうのを誘発させるために、このメタルバイブというものは非常に長けているルアーで、冬にたくさん使うわけでございます。やっぱりこの冬のブラックバスたちって、やっぱ低水温に一気になるわけじゃないですか、はい、で人間も同じなんですけど、寒くなると体が凍えちゃって、できる限り動きたくない、あったかい場所にいたいっていうのはやっぱりあるじゃないですか、はい、だからまあ俺たちはね、結構いいね、あったかい暮らしや
いろんな活動する中でやっぱ冬って食欲が増すんですけど、やっぱ自然界にいる魚たちっていうのはそこまで食いたくないっていう感じになるわけですよね。はい。っていうところで食わせの例えばワームとかを投じてもやっぱり食うバスもいるけど、ごくごく少数限られたパワーのある魚、食いたい魚なんだけど、大多数は基本はこうやって止まってる魚なんですよね。でその魚たちの目の前にこの小さなメタルパイプをストンと落とす釣りっていうのはやっぱり難しいわけですよね、萩さん。まあ、適してるルアーとしてやっぱり瞬発力があってシャープに動くルアー、はい、そしてストンと落ちるルアーだよね。ヒラ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 でもいいし、とにかくまあある程度スピーディーなフォールが必要なルアーがいいですよね。だから、これってやっぱりインパクトもあるし見える、だからこそ興味のある魚が寄ってきて、寄ってきた時に魚がプッと逃げるのを、あ、待て、ガブッっていうのも、これもまたリアクションバイトの誘発の一つになるんですけど、まあそれは食い気があるし興味がある魚にこう有効である、これはルアーという形になるんですけど、やっぱりごくごく一般的なこの冬の釣りのリアクションっていうのはこういったでかいものが通っても、うわ何やれっつって大体逃げちゃうんですよね。だからこそこういうそういった脅威すらも与えないぐらいのスピードで目の前にスターンと落としてあげると、ハッと食ってしまうのが冬のバイブレーションのリアクションの釣りということ。だからこそ難しい、だからこそ冬の釣りは難しくて当たり前。まとまったかな。はい、という形でちょっと釣れない時期が続きますが、皆様、私たちの動画の応援よろしくお願いします。頑張りましょうね皆さんね。以上、スペースポンキーズ TV のサルト萩さんでした。